私たちはこの異世界で困った人たちの依頼を解決するカレコレよ。今日の依頼人は女子高生が立て続けに行方不明となっている事件。現場の河津町ではいずれの行方不明者も水辺で消息を絶っているとのことです。最初の行方不明者が出てから1ヶ月となった本日、警察は現場である川や湖への捜索を強化すると発表しました。娘は湖畔で風景画を描いていたのですが、道具を置いたままその場から消えてしまったんです。心配ですよね。でも警察が全力で探してるらしいし、任せた方がいいんじゃねえの。俺たちにも何かできることがあるかもしれない。そうだよ、お願いします。どうか娘を助けてください。カエル推しなのかこの町は。観光の目玉みたいにしてるのかもね。カエルは唐揚げにすると美味しいからな。そうなんだ。まあとりあえず現場の湖に行ってみるか。よっしゃ、大量だぜ。カエル様のお守りのおかげだな。カエル様のお守り？お嬢ちゃん知らねえのか。北条と大量にご利益があんだよ。なんでカエルなんすか。古くからこの地域には人間とカエルに関する言い伝えがあってな。昔はそこの河津山に若い女性の生贄を捧げて北条と大量を祈ってたらしいぜ。てかどちらさん。俺たちはカレコレ屋だ。女子高生連続行方不明事件の調査をしに来たんです。ああその件ね。あの事件のせいで観光客は減って、今やマスコミばっかだ。最初の行方不明者はこの辺で消えたんだってな。川沿いにカバンが落ちてたとか。シディ、匂いでたどれないかな。これ依頼人の娘さんが使ってたハンカチ。もう匂いは消えてしまっているな。時間が経ちすぎているか、もしくは水に濡れたか。収穫なしだな。私もうちょっと向こう探してみる。靴？もしかして誰かが溺れてる気配はないし、こんなところに靴が落ちてるって明らかに変だ。影たちに報告し。あ、泡が。あれ繋がらねえな。シディ、ヒサはどこ行った？向こうの方を見てみると言っていたが。なんか嫌な予感が。ヒサー、ヒサー、シディ、匂いはどうだ？うん、この辺りに来て急に消えてしまった。さっきのハンカチと同じだ。くそ、一瞬目を離した隙に。日が暮れてしまったな。これ以上は危険だ。行方不明者探しに来て自分もなっちまうなんて笑えねえぞ、ヒサ。次の日、昨日新たな行方不明者が出たらしい。ヒサメの匂いが消えたのもこの辺りだったな。ああ、巻き込まれた可能性が高い。そもそも、なぜ水辺ばかりで行方不明者が。あのお嬢ちゃんがいなくなった？どうなっちまってんだ。あいにくだが、俺も見てないね。そうか。今日はダメだな。魚たちが全然動いてねえ。のんきに釣りしてる場合かよ。なぜ魚が動かないんだ。昨日と比べて水温がいきなり下がったのかもな。寒いと魚も動きが鈍くなってかかりにくくなる。よくあるんすかそういうの。20年この湖に通ってるけど、この時期には見たことないね。これだけ魚たちが動いてないってことは、水源に近いとこでは凍ってるかもな。凍ってる？ちなみに水源はどこっすか。あそこ、河津山だ。シディ、行くぞ。ああ。目覚ました。大丈夫？ここ、どこ？ここは水と共に生きる者の国。町の水源を守りながら代々暮らしてきた。水源、この辺の川や湖の？そうじゃ。わしらが水源を守る代わりに、人間からは若い娘を差し出すという約束だったんじゃが。それって言い伝えにあった？じゃが、最近人間どもが約束を守らなくなってな。だから連れてくることにしたんじゃ。一連の行方不明事件はあなたたちの仕業だったんだ。こんなに人間を連れて、それも女の子ばかり。一体何がしたいの？決まっておる。この中から明日、王子の妃となるものを選ぶんじゃ。キサキって、結婚するってこと？嫌なら奴隷か食料になるまでじゃ。明日までになんとかみんなで逃げないと。あなた湖でいなくなった。誰？私はカレコレ屋っていう、その何でも屋をやってるんだ。お母さんから捜索の依頼をされて。お母さん、会いたい。私も捕まっちゃったけど、絶対ここからみんなを助け出すから。命令だからしょうがないけど、見張りって必要か？普通の人間が檻から出られるわけないしな。
油断してる。今だ。よし、みんな脱出しよう。力すご。あなた何者？この水が湖や川に流れ込んでるんだ。みんなこっち。待って、そんな早く走れないってば。体力が奪われてるみたいだし、そこまで走れないか。いたぞ。やっぱり見つかっちゃった。ここは実力行使で行くよ。みんな今のうちに。待って。お前宇宙人だったのか。もしやこの娘たちを逃がしに。それ以上暴れると娘たちの命はないぞ。なに、キサキは一人いればいい。わかった。なにこれ。簡単に言うと毒じゃ。二度と暴れられないように少しずつ体力を奪っていく。おい、この娘を毒棒で鎖につないでおけ。はっ、それにしてもなんて能力じゃ。兵士どころか水源まで凍ってしまっておる。このまま殺すには惜しい娘じゃわい。本日は王子の16歳の誕生日である。そこで我が国の慣例により、ここ水源の間で王子の妃を決める儀式を執り行う。では王、妃を選んでください。楽しみだな、楽しみだな。王子の妃になるのはお前じゃ。私？他の娘は本日の宴の食材じゃ。連れて行き。はっ。そんな、助けて。では王子と妃は婚礼の儀を。婚礼の儀って決まっておろう。王の前での接吻じゃ。接吻じゃあ、ぎゅー、ちょっとやめ。毒のせいで全然力が入らない。やだ、こんなの。ぐわっ。殴ったな。なんじゃお前らは。ハラスメントが過ぎるぜ王様。影、シディ。何をやっておる。神聖の儀式の邪魔をさせるな。く、役に立たん兵士どもじゃ。お前ら、なぜこの場所が分かった。凍らないはずの湖が凍ってたって知ってな、ピーンと来たんだ。影、気づいてくれたんだ。さあ、あとはお前一人だ。降参しろ。我が一族は王子が16を迎える日、人間の乙女と一夜を共にすることで能力を身につける。能力？マジかよ。くらえ。人間どもよ、舐めるでない。これが我が一族の能力。毒があるのは舌だけでないぞ、全身じゃ。さあ、どうやって攻撃する。シディ、大丈夫か。だが、何度も防御できるものではないな。今度はこれじゃ。シディ、大丈夫。心配するな、君のことは必ず連れて帰る、約束したからな。くそ、なんとかしねえと。でもシディもあいつに触れねえし、ヒサもこの状態だ。あ、凍っていた水源が。そうか。ヒサ、しんどいとこすまねえが、あとちょっとだけ頑張ってくれ。うん、大丈夫。シディ、あいつの注意は俺が引きつける。だからお前は出てこないならこちらから行くぞ。シディ、今だ。こしゃくな、人間風情が。ヒサ、一発でいい、いけるか。うん、わかった。きっけー。これなら攻撃が外れることもねえからな。うまくいってよかったぜ。く、雷が弱点だと知っていたのか。町に来た時、雷に打たれてるカエルの絵を見かけた。娘だのなんだの言い伝えがここまで本当だと、あの絵の信憑性も高いんじゃねえかと思ってな。さすが影千代だな。じゃ、帰るとしますか。ああ、先日、無事全員が保護された女子高生連続行方不明事件の拉致の手口が判明しました。即効性の睡眠効果がある液体を顔に発射し眠らせることで。本当に皆さんのおかげです。助けてくれてありがとうございました。みんな無事でよかったです。それにしても女子高生ってのは元気だな。かっこよー。てか結婚して。トリマー、連絡先教えて。トリマーとはなんだ。俺も一応助けたんだけどな。なんだってシディばっかりよ。もう